今回はこのホンダのユースフルアイデアルな軽四輪の貨物車 N 版、こちらのお車に2001年にジェットセットでお求めいただいたレカロシートの移設装着の模様を動画に収めてみました。なんと2001年に装着をした際は発売されていないホンダステップワゴンに東方で取り付け金具を製作しての装着でした。さすがに20年の年月はカールコードをボロボロにしてしまいましたので、今回はカールコードの更新、新しいカールコードに交換をさせていただいての装着となりました。同様な事案でお困りのお客様がおいででしたら、ぜひジェットセットにご相談くださいませ。ご本人に合わせたポジションも上手に出してありますので、おそらくご機嫌でご利用になっていられると思います。しかし20年間同じシートをご利用になるというのはすごいお話でございます。懐かしい色柄であるのも確かでございます。